こんにちは、名古屋の伊藤です。今日の動画では膝の後ろ側のめちゃくちゃ大事な解剖学についてお話をしようと思います。ここがね、硬くなると膝の動きが悪くなったり痛みの原因になるんで超大事です。今日基準になる、筋肉2つあるんですが、それがこことここね。この上の方が半膜腰筋、半膜腰筋っていうのかな、発音はちょっと定かではないですが、半膜腰筋ですね。で、こっちの方が膝下筋、膝下筋ですね。膝の、下の筋肉ね。膝下筋です。この二つ超大事です。半膜腰筋はね、ハムストリングスの一部なんで、大事だな。肉離れとか起こしそうだなっていう感じでね、大事なんですが、膝下筋、ん？みたいな感じなんですが、この二つ、なんで大事かっていうのをお話ししていきます。まずね、半膜腰筋の方からお話をします。これがなぜ大事かというと、この筋肉がいろんな筋膜だったり結合組織とつながりがあるからなんですね。まず、半膜腰筋の低支部っていうのがいっぱいありまして、基本的には脛骨にひっつくわけですね。脛骨にひっついて膝の屈曲をさせるわけですよ。それ以外にも、脛骨以外にも、この靭帯にもひっつくんですね。これを滑出窩靭帯と言います。斜めの膝下靭帯ね。で、こっからまたね、ちょっと色変えましょうか。こっから膝下筋の筋膜にも付着するんです。膝下筋の筋膜ってここにね、ちょっと加えておきましょう。膝下筋筋膜。はい。滑出窩靭帯と、それから膝下筋の筋膜に付着がありますよと。もちろん、脛骨にも付着があります。そして、この図でちょっと見えないんですが、膝、こっち側にね、とあるこういうなんか組織がありますよね。ね、大腿骨のクッションになってるやつなんですけど、半月板です。内側の半月板にも付着部があります。半月板ね。特に内側です。内側の半月板に付着部があります。そして、次に言うやつはね、直接付着部っていうのはないんですが、すごく大事なつながりがあります。それは靭帯ね、こっち側にある靭帯なんですが、わかりますか？膝の内側にある靭帯といえば、よ。内側側副靭帯。MCL ですね。MCL。MCL に付着はないんですが、色変えて、これね、MCL の奥通って付着しているところもあるんですよ。半月板みたいに、MCL に付着っていうわけじゃないです。だけど、奥を通って脛骨に付着をしているんで、もしね、半膜腰筋が肉離れだったり、硬くなったり、膜同士がね、癒着をすれば、MCL、半月板、滑出窩靭帯、膝下筋筋膜、そしてもちろんね、この脛骨にひっついているところっていうのも制限がいくんで、これだけ見るだけでもめっちゃ大事ですよね。今基準にして見ていったのは半膜腰筋です。ここの筋肉なんです。ここは主に内側、後方内側のこのエリアとすごくつながりがあります。では次、膝下筋との関わりについてお話をしていこうと思います。はい、膝下筋。これですね。こいつですね。これはね、めっちゃ奥の組織なんですが、まず挙げるのはこいつです。この靭帯です。これ、弓状膝下靭帯と言います。弓状膝下靭帯ね。弓状の膝下の靭帯ね。ここの奥を通っていっています。弓状膝下靭帯の奥をこうやって通っていって、そんでね、大腿骨と、もう一個、付着部があります。こっち側にね、またこれ繰り返しになりますけど、なんか、大腿骨のクッションになるやつがあるんですね。そうなんです。半月板にまたね、ひっついてるんです。特に外側の半月板です。外側の半月板に付着部があります。弓状膝下靭帯っていうのと半月板です。でね、ちなみに、さっきとの応用なんですが、この弓状膝下靭帯って、さっき見たこの滑出窩靭帯とのつながりがあるんで、ぶっちゃけここつながり見ていったら、
こんな感じで、半膜腰筋からの球状質化からの、ごめんなさい、斜質化靭帯からの球状質化っていうつながりがあるんです。もう一回言います。半膜腰筋からの斜質化靭帯からの球状質化っていう、こういうつながりもあるんで、こんななんていうかこう、ジグザグのね、このつながりっていうのもいきます。ですが、今言ってるのは質化筋なんで、質化筋からの、この奥のね、球状質化っていうことも、もちろんあります。こんな感じでね、行くことがあります。付着は大腿骨と半月板、特に外側の半月板なんですね。なので、このつながりから行けば、質化筋っていうのは、後方外側の組織ね。そして、半膜腰筋っていうのは、後方の内側の方のつながりがすごく強いんですね。だからこの2つの筋肉どっちかでも硬くなったり怪我をした状態になったら膝の後ろ側にね非常に大きな影響を与えるわけですよ。で膝が痛いってなると結構ね前側の組織を意識しがちなんですがこの後ろ側もね硬くなると非常にこう影響力の強い場所だと思っているのでこういうことを頭に入れて膝の運動とかトレーニングとか施術に応用していただいたらと思います。今日は膝の後ろ側の大事な組織についてお話をしていきました。もしよければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。